吉田さん、やっぱワクワクしますね。吉田さんのさっきの動画、私もね、言いたいことを全部言ってくれたっていう感じがします。で、それを全部まとめて一言で、私ね、すごくいいのを思いついたんですよ。それはですね、生涯賃金1000円の人 どうですか、これ。生涯賃金1000円の人ですよね。生涯賃金1000円で働きますかって言って働く人いますかね。いないですよね。でも吉田さん、我々は生涯賃金1000円の人を毎日毎日採用してますよね。採用コストゼロに、そして採用した人員の能力ってのはいつも私たちと一緒ですよね。自分と一緒だから、自分で自分を雇ってる、まさにその感覚です。もうちょっとね、分かりやすく他の方に伝えると、生涯賃金1000円の人っていうのは YouTube 一本なんですよ。 YouTube の動画一本作ると、その動画一本が、まあ平均でね、私のまあ勝手な形ですけども、生涯賃金1000円ぐらいは稼いでくれるんじゃないかな。生涯ってのは私が生きてる間です。だからあと30年か40年って考えた時に、多分動画1本が1000円ぐらい稼ぎ出してくれると思うんですよ。で、その動画が1万本あったらもう1000万じゃないですか。で、多分10万本とか100万本作るんで 10億とかね、行くんですよ。本当に。このまんまのペースで言ったら。いや、それは完全に吉田さん、我々お互い見えてますよね。10億の話半分だとしても5億。いや、5億のさらに半分だとしても2億3億なんですよ。毎日これをやるだけで。だからこれが見えてるから、やらないわけにはいかないよなと思いますし、いや、そんなこと考えなくても YouTube 自体でやるのがもう空気みたいな存在なんで、呼吸みたいなもんなんで、なんか気がついたら撮ってますね、こうやって。吉田さんの動画面白くない、あ、面白いなって見たら、ああ、早く作んないとみたいな感じで、動画が終わりきる前にもう、ね、いくつもネタが浮かぶみたいな感じですよね。だからその結果、私が浮かんだのが、生涯賃金1000円。いや、生涯賃金100円でもいいですよ。生涯賃金100円の YouTube の1本のアップロードをずーっとすればいいわけですからね。もうこんなにね、単純明快なものはないと思います。しかも私たち、吉田さんと私たちが就職してる会社っていうのは、 YouTube とかね、 Google っていう世界一潰れにくい会社じゃないですか。その街のね、大企業よりも全然安心ですよね。その辺のね、中小企業でも絶対いいですよね。多分ね、倒産ありえないんじゃないかなと思います。 Google が潰れる時は世界がもうね、アルマゲドン終わる時じゃないかなっていうぐらいです。だって、就職先にどこを選ぶって聞いた時に、もうどこの会社でも採用してくれるよっていう風になった時にね、 Google 選ぶ人って多いんじゃないですか。いや、私はね、 Google や YouTube に就職してるつもりですよ。しかも Google や YouTube、 まさにね、給料もらってますからね。そこから給料という言い方ではね、ちょっと割に合わないかもしれませんけども、歩合制ですから。いや、これ誰よりも私はね、人に気づかれずに数億円を量産してる人間なんじゃないかなと。だからね、ヒカキンさんとかはじめしゃちょーみたいに、こう際立って目立つ人ばかりが億万長者じゃないんですよ。はっきり言って、吉田さんとか私みたいな、こういう風なね、低アクセス YouTuber でも簡単に億っていうのは作れるんですよ。で、ここまで私は億が作れるよって言って、それを証明して、私は毎日のように動画を量産して、しかもね、 YouTube 以外やる暇がないように見えるでしょ。ね、他の方ね。で、一戸建て一発で買ってるというね、こんな証拠もあると。で、その次の年にはもうないと2000買ってるみたいな、こんなすごい証拠もあるんですよ。もうこれ以上にね、私はね、高級料亭で飯食ったりとか、ブランド物着飾ったりとか、札束をね、こうやってわざわざ見せる必要はないと思いますよ。もうだって、こんなはっきりしたものがあって、毎日の暮らしがこうですからね。いや、もうなんか言うことないなと思いますよ、本当に。で、私がね、一番ね、すごいなと思うのが、 YouTube ってのは私たちに報酬ではなくて時間っていうのをくれるんですよ。人生をくれてるんですよ。吉田さんが思い立ってすぐにね、 R34 で旅に出れるのも、BMW に、新しく、ね、乗り換えることができるのも、時間がたくさんあって、いろんな物件を選んだり、いろんな車を選んだり、しっかり吟味する、しっかり検索する時間がふんだんに用いられてるんですよね。しかも検索する時間、探す時間、あれ欲しいな、これ欲しいなって考えてる時間も全て動画オンされるわけですよ。また従業員雇っちゃうんですよね。で、従業員を雇って雇って雇って、仮にね、ないと思いますけども、動画削除する、いわゆるリストラしても困る人誰もいないんですよ。でも通常社員さんをリストラすると、その社員さんの家族とか困るし、逆恨みが買っちゃったりね、するかもしれないですし、社長はひどい人だっていうふうな、残った人にまで不安感を与えるわけですよ。この膨大なリスク、採用するときに採用コストがかかって、首を切るときにも早期退職とか言ってね、ちょっと多めに退職金を渡さないといけないという、このリスクがあるわけですよ。だから私たちはこれからね、雇うとしたらテクノロジーなんですよ。テクノロジーって言ったらね、ちょっとかっこよさそうですけども、何のことはない。YouTube の量産するだけ。昔言ったらブログの量産するだけ。Twitter のフォロワーを増やすだけ。ね。Instagram のフォロワーさんを増やすだけ。もうこれですよ。従業員さんがどん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 増えるわけですよ。今、概念っていうのは人を雇うんじゃなくて、フォロワーとかファンを
まあ、囲うっていうか雇うっていうかね、言い方はちょっとね新しい概念なんで難しくて探せないんですけども、そういったことですよね。ある一定の塊を持つこと、それこそねフォロワーさんって別に一人でもいいんですよ。私ね今度ね吉田さん YouTube のチャンネル登録一人、いや0人でもいい、再生数は最低1、これでも儲かる方法を編み出したんで、これでねスクール作って、募集したところ5人が参加してくれたんでね、すでに YouTube のアカウント持ってる人が、この人たちに、稼がせますよ。再生数は1以上、チャンネル登録0人でも OK みたいなね。もちろんチャンネル登録が多ければ多いほどがいいですし、再生数が多ければ多いほどいいんですけども、今まではねやっぱり広告料とか、それから、物を販売するっつってもねなかなか難しかったと思うんで、じゃあ直接物を売らなくてもいいよと直接自分の商品作んなくていいよと、で再生数もこだわんなくていいよ、1以上だったらいいよと、でチャンネル登録も1000人もいらないし、500人いらない、100人いらない、0人でも何だったらいいみたいな感じで、わずかでも儲かる方法でまずは突破口を開こうかなと思って、それを編み出しました。それでねいろいろと話しましたよね、今までね、まあ、障害賃金1000円の人を雇うっていう概念、これが YouTube だと思うんですけども、まあね人ってのは何者でもないですよね本当に。会社勤めしてて会社に不満がある、社会に不満がある、じゃあお前は何者なんだとね、いうことを言いたいですね。そんなに文句があるんだったら組織を離れて一本立ち締めろってことなんですよ、で一本一人でやってみたらもっとできないですから。まだね人に助けられて自分のできないところをカバーしてもらって軍団になってそこそこなんですよ。それでも不満があるわけですよね。あいつが悪い、上司が悪い、会社の方針が悪いとかね、部下が全然動いてくれない、だったら一人でやってみたらどうですかとか、一人でやるのが怖かったら上司や部下を自分でチョイスしてみたらどうですかと、その上司を選ぶこと、部下を選ぶことにどれだけのコスト、時間がかかるかってことを考えたら、自動的に上司や部下や同僚が与えてくれる、与えられるその環境っていうのはどれだけありがたいのかってことですよね。そして自分の入った会社っていうのは少なくとも数年とかね、十数年の実績を積んでくれてる看板がある会社なんですよ。この看板という信用、つまり会社を継続してくれてるわけなんですよ。その継続したところに途中からポンと入って、今までさも継続したような顔をして社員ですって言うわけでしょ。だって去年までいなかった人が、いや30年続いてる会社ですよっていきなり言えるわけですよ。こういう風な人の積み上げ、人の継続を横取りするようなね、いわゆるこう言い方すごく今回激しく言いますけども、経歴を万引きするような形で入っといて不満ばっかり言うわけでしょ。ね、だからね30年の実績がある会社に入るってことは、給料がどんなに安くてもそこを離れちゃダメなんですよ、ね、自分に能力があると思えばあるほどそこを離れない方がいいですね。で能力がないから人を見極める能力もなくって、自分を見極める能力もなくって、自分が存在になって他の人がバカに見えるんですよね。だからこれは能力がないから、人を見極める能力もないし、自分をちゃんと測る能力もないんですよね。でもちゃんと自分のことが分かる人ってどういうことかっていうと、もう徹底的な自己否定ですね。で自己否定っていうのを無理にするんじゃなくて、本当にそうだなと、本当に俺は物を知らないな、本当に自分はできないな、本当に自分は就職するところがないなと、本当に人、自分は信頼してもらってありがたいなと、本当に自分のことを覚えておいてもらってありがとうございますなんですよ。そうなると一人一人で丁寧にできるんですよね。誰一人に恨みを向けることはないですよ。だって視聴してくださる方とか、アクセスしてくださる方、質問をくださる方、お金はもらえないけども、でも頼ってくれた方、信用してくれた方に全力で応えたいじゃないですか。そこからがビジネスの始まりですよ。お金にもならないことを一生懸命できるから、お金になることはもっと一生懸命できるわけですよね。僕はねちょっと勘違いしてるのは、お金にならないから一生懸命になれないとか、お金にならないからレベルの低い仕事だっていうふうに考えるのは、まさにね自己判断ができていないというかね、自己分析ができてないというか、他者分析ができてない、社会分析ができてない、全てだと思います。私はね今回、いろいろと申し上げましたけども、また話戻るとね、やっぱり今すごくいい時代なのは、本当にね繰り返し言ってますよ。もう何千回何万回言いましたよ。でも本当にだってこの億万長者合宿シリーズでも2000数百本続いてるわけでしょ。その動画の中で必ずこれは言ってますよ、やりましょうって。ってことは動画の中で3回か4回ぐらいやりましょうって言ってるわけですから、結局万の単位で皆さんに働きかけてるわけですよね。でもやる人は少ないんですよ。だからチャンスですよ。ここまで言ってもやる人がいない、動く人がいないってことは、やれ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 言わなかったら誰もやんないんですよ本当に。だからあなたがやってしまえば、全員を格下に置くことができます。格下っていうのは YouTube の世界、発信の世界ですよ。インターネット情報発信の世界ですよ。まずは自分が誰よりも発信すること、それだけでもう勝てます。勝てますよ。ただし
誰よりも発信することっていうのは、少なくとも私は吉谷さんが普通のレベルだと思って、その上を行くつもりじゃないとダメですよ。そんなに毎日1本や2本のなんか動画アップロードみたいな人以上にやったからって言って何者でもないですから、うん、あの2着以下は全部ビリですからね。2着以下はだからいつもトップにこだわることしかないですよね、うん、まあトップっていうのはね、実際にはなかなか難しいんで、そのぐらいの気持ちでやれってことなんですけどね、うん、だから1日に10本のコンスタントな動画アップロードっていうのは、 YouTube を職業とする人、 YouTube や Google に就職する人はもうごく当たり前のことですよね。あの質は求めません、 Google っていうのは。まずは量をやること、これはスタンダードなんですよ。だって世界一の会社に勤めるわけですからね。で、障害賃金1000円の人とか100円の人を無限に雇うことが許されるわけですよ。採用コストはかかりません。クビにする必要もありません。簡単にカスタマイズされていきます。市場で見られない動画は再生数は止まって、見られる動画はボーンと跳ねていきます。しかも見られてない動画でもどこかで爆発する可能性があるんですよね。いや、そういうことでね、今回は障害賃金1000円というテーマでお送りしましたけども、障害賃金1000円で働きたいですか、それとも障害賃金1000円の従業員を1万人持ちたいですか。答えはそこにあります。ではいってらっしゃい。